我々のプロジェクトの栄誉あるモニターに選ばれました。これからのことを素敵なイリュージョンを交えてご説明しましょう。一つ、今ここにいる皆さんにはすでに戸籍が存在しません。そう、外ではもう死んだことになっています。死んだ？当然ですが、人権もなく我々の提示する指示やルールの下でしか自由もありません。二つ目に、おい、いい加減に悪ふざけはやめろよ。お手伝いの立候補ありがとうございます。はい、人体貫通マジック大成功。やばい、あいつか。見た通り私には手を大砲にする能力があります。そして実はここにいる全員にもいろんな能力を与えました。つまりあなたたちは能力の実験モニターとして参加していただくというわけです。すべて奪われた代わりに与えられた唯一の能力を最大限利用して、ぜひプログラムを攻略してください。なお、モニターとして有用でないと判断された場合、ご退場していただくので賢明な行動に。続いては基本ルールを説明します。まずは皆さんの手枷、高速と同時に皆さんの能力を制御しています。赤の点灯が緑に変わり、ちょうど5秒後に解除し、能力の使用も可能になります。次に、能力によって他のモニターを殺傷したとしても特にペナルティが課されません。とまあルールはこれだけ。ここまでで何か質問は？あなたはこういうゲームみたいなこと大好きでしょ？